まあでも、その日は、その日はまだあるじゃないですか。本来なら、福岡はね、ホテルを取ってたわけですよ。うんうん、ちゃんとホテルに泊まろう。そう。いやもう、まっすぐ。ホテルはやめよう。なぜやめたか。はい。高いから。土曜日やからね。そうそう。土曜日やから。ね、やっぱり、おしゃれですよね、ま。街を行く人も。そうそうそう。ね。うん、だからそんな街なので、うん、だからその、駐車場も高いんですけど、そうそう、そう、その中でも安いところを検事がいろいろぐる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 回って探してくれて、はいはい、でその駐車場でもですね、車の中で寝るわけですから、はいはい、この斜めだったら寝られないわけですよ。あ、もう大変、ここまっすぐが出動ですよ。そうです、はいはい、タイヤの下になんかかましぎ、そうそうそう、いわゆる大根をかます、このかますみたいなかますですね、木みたいなやつを、はいはい、ちょっとしたルートがあってね、探してまいりますよね大丈夫ですか？疲れてきて。それで、まあ、あもういい感じ。ようやく真っ平らになりました。まあ、ちょっと、ね、いや、やっぱ素晴らしかった。ホテル福岡は。ホテル福岡は。ホテル福岡、あそこの名前、あそこホテル福岡。なんかすごい外国資本みたいホテル福岡もね、もうコンビニもトイレも近いし、完璧でした。で、ものすごい薬寝たね。寝た。ブラリの控え室にもなってますね。もう一石三鳥ぐらいだでしょ、あそこ。そうそうそう。ブラリは控え室とかね、うん、そのあるようなお店じゃないから、うんうん、なんかもう控え室にもなって、着替え場所。そう、リハーサルの後、僕一回その車に戻ってきて、寝てましたね。寝ましたね。まるでシャキッとして、うん、ライブしました。では、福岡楽しかった。はい。だからそこでね、もうまたね、朝起きて朝風呂行こう、本当はねそこどっかでね、うん、寂しいで仮眠しようかって言うててんけども、うんうん、もうそのミノル行くことになったから、そう、もう酒飲むから運転はできない、できないってことで、そうなんです。次の日はいよいよ鹿児島に抜けて、その前に何、その前に風呂入ろうっていうことしてね、で源氏が、いやもうこの辺もうバリバリ知ってますからすぐ分かりますよ、で福岡空港の、そうそう、近くの風呂にね、あの滑走路にお風呂屋さんが立ってるって、滑走横にね、だからあるとギリギリ滑走路の横に立ってるんじゃない、風圧がすごいお風呂だっていうのを聞いて、はいはい、行きました、ありませんでしたじゃあもう鹿児島に行こうと、行こう、もうこのままだったらもう汚いまま行こうと、行こう、鹿児島にね、そんなあの鹿児島で綺麗にしよう、そうそう、綺麗な体になろうと、なろうと、で高速でバーンと、その前にバナナ食べたバナナ食べた、バナナ一本ずつ、ね、バナナ食べた、食べて、お猿さんみたいになってこうやって行きました、そう言って、それで、霧島市の日当たり山じゃなくて何でしたっけ、日和山かな、うん、なんかそんな、うん、めちゃくちゃいい温泉やって、鹿児島の人も絶賛してましたよ、あそこの温泉は、 あそこね、あそこの温泉は、うん、でまたね、地元の人しか来ないぐらいの感じで、すごい空いてた、日曜日なのに540円一人、まあお安いじゃないですか、でお風呂も良かった、良かった、露天風呂でね、はい、でお風呂上がりに飲んだコーヒー牛乳も美味しかった、僕は牛乳、牛乳です、はい、腰に手を当ててこうね、お約束ですからね、お約束飲んだ、いやで、その後、はいはい、もういよいよ鹿児島市内に天文館に向かうわけじゃない、まあ一口に言ってますけれども、はいはい、それまで福岡から鹿児島ですから結構な距離がある、300キロぐらいですね、そうそう、で、まあ、高速で行ったんですけれども、その道中に話したことは皆さんには絶対言えないこと高校時代の思い出とかですね、そうです ね, ね、あれ楽しかったね、楽しかったね、ね、まっすんの高校時代の思い出とか、そう、ね、まあそれはそれもことをほとんど言えない、言えない、で鹿児島着いた、着きました、はい、祭りやったんでね、あの辺が全部通行止めで、大原祭りだね、そうそうそう、運よくもう通行止めいっぱいあって、その中もこの大きなですねキャンピングカーグリグリ運転してくれて、はい、で、いい駐車場、もうこの車のために作られたかのような独占1台ね、広めのおパソッ、あれ運命ですね、うん、でまた思いのほうが駐車場が安かったから嬉しい、福岡が納得いかなかったかな、僕の計算よりも200円高かった、ちょっとそこは納得いかなかった、まあでもそれはまあまあねって思った、だからあれもうホテルの横の駐車場とかね、ホテルも良かったで、ライブ最終日、鹿児島、あ、ウィッキーズハウス、ウィッキーズハウス、もう専属バンド、長井健二さん専属バンドがね、イノケンバンドがね、もう毎年毎年で、みんな腕出しちゃう、うん、腕出しちゃって言う、芸達者、腕出しちゃ、
腕出しちゃう。そう、マスね、半分。唯一今回のツアーで半分の二人でね。ギャラ？ギャラ。あの友達もね、カッチャンも来てくれて。そうそう。種ヶ島のカッチャン。そうなんです。うん。種子島の西の表市に三春荘という美味しい料理の旅館があるんですよ。そこの主、うん、当主、うん、館主っていうんですか、うん、まあ、とりあえず主が来てるんですよね、はい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 、ずっと僕ら、僕と杉山京徳さんそこでライブをやらせてもらってたんですね。で、まあ、県にも紹介したいし、そうです思ったら来てくれました。嬉しかったです ね、始まる前からなんで6時開演なんですよ、2人の出番。6時3分まで飲んでましたからね、一緒に。一緒に飲みました。で、ケンジはその後、風俗に行ったという話にして、して僕がまず前座に出ると、出ると一人で、じゃあお前来んなって言われまして、はいはい。それで僕が行って、暗い歌を一曲歌いますよね。はいはいはい、で、ちょうど頃合いが良くなった頃にですね、ファンファーレがあって、この人が出てくるという体でございます。はいはい。いや、よかった、うん、それはそれで、いや、楽しかったでね、バンドも良かったし、バンドが入って非常に豪勢ですよ。あら、良かったね、サックスとピアノの遺言。そう、あ、そうそう、あの、ちょうどそのケンジが2人でやった後に、うん、一人で歌えっていうふうに言って、あ、そうそう、トイレ行ったんですよ。そうそう、その間に僕は一人でやるよりもそのサックスも人がいたし、そうそうそう、タネちゃんというキーボードの人が、ね、でさっと出てきて一緒に流してくれた。ああ、ああいうのがライブですね。そうですね、うん、楽しかった。打ち上げも楽しかった。楽しかった。いっぱいご飯が出てお腹いっぱい、おいしいもんがいっぱいで、やっぱりそこのお店の主が作ってくれたんですけど、ね、うん、はい、楽しかったね。楽しかった。で、奥さんがまた綺麗、海外史って言うんですか。そうそうそうですよ、かなちゃん。海外史じゃないですからね。かなちゃん。かなちゃん。いや、ありがとうございました、本当に。で、鹿児島に泊まって、実は、今これは帰り道の宮島サービスエリア。そうですね。はい、広島の。はい、昨日は、仮眠はメカリパーキングエリア。うん、ちょうど関門橋を見ながら。そう。夕日がめちゃくちゃ綺麗。綺麗だったね。で、これでもこの後まっすぐお届けするんですけど、お家までいかがだったですか、さあ、こう今こうパッと振り返りましたけど、まあ100点ですね。本当ですか。1000点満点で、昨日飲んでる時はもう後半グダグダでしたよ。まあいつもでしょう、覚えてないけど。で、覚えてないでしょ。いや、ビール飲んだ後にまたお湯割り追加するとは思わなかった。すいません、あれうまかったんだもん。もう本当ビールの後の芋焼酎のお祝いの時の会話は多分逮捕される話ばっかりですね、ほぼ。それを聞いたら本当ですか。はい。まあ、あの鹿児島刑務所の横も通りますからね。僕たち、うん、地図に出てくるね。そう、鹿児島刑務所ね。だからそんなこと言うたら限界高校も楽しかった。限界灘にある高校も高校だ、ね、いい高校だと思いますよ。まあ、ものすごくいい生徒さんたち、はい、なんかそういうのをね言いながらずっと喋ってた。もう俺ゆっくり運転したいの。ずっと喋ってくれるんですよ、ありがたい。鏡ですよね、助手席の。え、助手席におる人の鏡。そうですか。はい、やっぱり喋ってくれる。今日この後ね、この後運転して運転変わるんですけど、はいはいはい、僕はね、彼のことは人間ラジオって呼んでます。まあ、いろんなことを教えてくれるんで。人間ラジオ。なるほど。いろいろね、知ってるんでしょ。もうすごいね、あの、博識ですね、彼はね。もう全部忘れましたけど、覚えているのは3つだけですね。お芝居の用語。はいはい、これはもうね、もったいないから皆さんには言いません。ね、まっすーもでも本当に今回分かったのは、キャンプ道具いっぱい持ってる。もう本当、ドラえもんの玉手箱のようにも何でも出てくる。ないもんないもんね。たった一つないのは何ですか。何ですか。お金。ということで、番外編の芋県 TVR40 今回、後半西日本縦断キャンピングカーツアーご一緒させてきました。もうユニット名がねそろそろ決まりそうですか。どうなんでしょう。あれでいいんでしょう。もういいんですか。タコとレンコンでいいんですか。タコレンコン、タコレンコンがいいのかな。うずらと卵がいいのか、マント、まだちょっと悩んでます。そうですね、もうちょっとね、はいはい、あの考えたいか。1月にはいろんなものを発表しながらね。そう
もしないということで、今回はありがとうございました。増田敏郎さんでございました。どうもおじきさん